皆さん、チーズ、ムメです。はい、今日もね、楽しく、シュートラ実況の方をやっていきます。というわけでね、今回は何をしようかなと思ったんですけども、ちょ、リクエストいただいてまして、なんかね、ムメさんの防衛作戦見てみたいんですけど、みたいなコメントあったんで、ちょっとそれについてちょっと答えていこうかな、みたいな。はい、俺の防衛作戦こんな感じですね。チビクロ、マタンゴ、サイクロ、バルーン。で、後ろには、アビリティ8と、フクロですね。これがね、強いかどうかって話になると、そうでもないんだよね。そうでもないんだよね、これやってると。ちょっと待って、俺も変えてみようかな、これ。ちょっと待って、これ変えてみるわ。どうすっかな。あのね、防衛作戦で強いキャラっているんですよ。で、それをちょっと紹介します。結構、使えるキャラっていうかね。ね、なんだろうな。まあ、大前提としてね、こういうヌボボとかは強いですね。ヌボボ、回復する系のキャラとか。なんだろう。コス4で言うとサキュバスとかかな。サキュバスとか。あとマタンゴ。状態条件も強いですね。ハーピー、マタンゴ。とか、あとマーマンとかも強いですね。後ろの後方支援でマーマンとか、ウィッチとか置いておくとだいぶ強いですね。で、あんまり、まあ、バットも強いな。バットも強い。バットも強いですね。メデューも刺さるときは刺さるんだけど、マタンゴとかハーピーの方がいいかなって感じがします。あとゴーストも強い。ゴーストと、あと意外なんですけど、なんか人が操作するとあんまり強くないラビットが、防衛だとだいぶね、仕事すること時あるんですよ。だからね、ラビットとかもいいですね。ちょっと喉、枯れてるんで、あんまり大きな声出せないんですけど。で、あとね、大型で言うと何が強いんだろうな。最近で言うとね、なんだろう、迎撃、いるかな。迎撃大型いるかって話になってくるな。俺はね、フクロウと、まあゴリラとかね。ゴリラとかでいいと思うんだけど、まあ、そういう、なんかね、ゴリラとかまだ育ってないんで、8、これはアビリティ8で使ってます。8ってどうなんだろうねって感じ。俺はコングの方がいいかなって思うんですよ。コングは強い、本当に。今強いんでね、おすすめですね。でね、ナメコとか、太っちょみたいなね、ああいう、なんか人が操作しないとね、なんかもったいないスキルってあるんですよ。ああいうのはね、あんまり使わない方がいいんじゃないかなって感じがします。ちょっとね、俺ちょっと組み立て直してみるわ。どうしようかな。組み立て直してみるとは言ったものの、とりあえずね、俺、チビクロ置きたいんですよ。チビクロ置きたいから、弓と魔法、弓二つに弱いみたいな、そういう防衛だと弱いと思うんで、やっぱ魔法とか、弓と魔法ばらけたりとか、そういう風にね、するといいんじゃないかなって感じはするんですけど、いや、どうなんだろうね。どうなんだろうね。結局のとこわかんないからね。どうすっかな。どうすっかな、マジで。ゼウス、トレントとかでいいか。ゼウス、トレント。どうすっかな。で、下がね、そんなね、俺いいキャラ持ってないから、8でいこうかな、リーダーは。8はリーダー。で、マタンゴもね、状態以上で強いんで、ちょっと置いておきたいというわけで。置いておこう。そんでもって、チビクロだ、使いたいんだけどね、最近チビクロどうなのかなってところあるんで、どうしようかな。こっから、ちょっと変えていこうかな。チビクロの場所を、どうすっかな。ここあえてさ、ここあえてワイバーンとかの方が強い説あるよ、多分。どうなんだろう。俺の思い込みかもしんないけど。ここ、ワイバーンの方が強いかもしんない。どうだろうね。で、ここで、こう、取り手を取りに行く。よし、ちょっと完成しました。新しい防衛、完成しました。こんな感じでやれば多分強いんじゃないかな。マタンゴで、前支援して、で、後ろは、ワイバーンと、ワイバーンじゃねえな。フクロウと、8。で、後方支援のトレント。みたいな感じでやればいいんじゃないかな。これ強いと思うんだけど、どうなんだろう。だ攻めるキャラがね、3体しか、ん ?2 体しかいないのか。マタンゴとワイバーン。トレントとゼウス倒されたら、マタンゴとワイバーンしかいないんだけど、どうなんだろうね。これいいんじゃないかなと思うんだけど、ダメなのかな。ダメなのかな。ちょっとわかんないんだけど、まあ、とりあえずこれぐらいで、ちょっとやっていこうかなと思うんで、少しでも参考になったらなと思います。はい。ここら辺でね、ちょっと終わりになります。ありがとうございました。バイバイ。